この夏若い女性のキャンプから帰ろうとしているとある若い女性からカードを手渡されましたそこにはこうありました神様が私に何か伝えようとしているかどうしたら分かりますか素晴らしい質問だと思います私たちの魂は天の家とのつながりを求めています必要とされ役に立っていると感じたいのですしかし時折自分の思いと御霊の穏やかな促しを区別するのに苦心するときがあります 古代と現代の預言者は善を行うよう誘い促す者はキリストから来ていると教えましたラッセル・ム・ネルソン大官長は簡潔で力強い勧めをしました愛する兄弟姉妹の皆さん啓示を受ける霊的な能力を伸ばすように切にお願いします精霊の賜物を享受するためにそしてもっと頻繁にもっとはっきりと御霊の声を聞くために 求められる霊的な技を行うことを選んでください。私は今朝皆さんに啓示を受ける霊的な能力を伸ばす4つの方法についてお話ししたいと願っています。1意識的に神のの声ををを聞く時間と場所を作る選択の自由を使って 神の声特にモルモン書にある神の声に近づくため毎日時間を捻出するなら時間の経過と,とともに主の声をより鮮明により身近に感じられるようになっていきます。反対にこの世や私たちの家庭生活を取り巻く注意をそらすものや騒音は主の声を聞くのをより困難にします。こうした注意をそらすもので思いや心がいっぱいになると 聖霊の穏やかななな促ししを受ける余地がなくなってままいます預言者ジョゼフ・スミスは「ほとんどの場合神は個人に対して部屋の中や荒野や野原において大抵騒音や混乱を遠ざけて密かにご自身を表される」と教えましたサタンはそのような静かな場所から遠ざけることで私たちを神の声から引き離そうとしています神が静かな細い声で語られるのなら その声を聞くために神に近づく必要があります w i f i につながっていながらテントのつながりを保ちたいと思っていたらどうなるか想像してみてください神の声を毎日聞くための時間と場所を選びその神聖な取り決めを厳密に守ってください非常に多くのことがこれにかかっているからです2すぐ行動に移す 促しを受けてから意図的に行動に移すなら主が皆さんを使ってくださいます行動すればするほど御霊の声がもっとよくわかるようになりますますます神の導きに気づくようになり神がご自分の思いと御心を喜んで明らかにしたいと願っておられることがわかるようになるでしょう引き延ばせば促しを忘れてしまったり神のために誰かを助ける機会を逃してしまったりするかもしれません 3主から仰向きを受ける天の恩知氏が喜んで応えてくださる祈りは助けを必要としている人のもとへ導いてくださいという懇願だと思いますアイリング館長は誰かを助けることができるのか神に尋ねることで啓示を求めるよう教えましたそのように問いかけるならば聖霊が下られ人々のためにできることについて促しを感じるでしょう言ってそれらのことを行うとき皆さんは主の仰向きを行っており 主の仰向きを行う時には聖霊の賜物を受ける資格があるのです皆さんは主に祈って仰向きを訪ねることができますそうする時に主は皆さんの普段の力量を用いて驚くべき技を成し遂げられます母方の祖父のフリッツ・ヒャンマル・ランドグレンは19歳の時にスイスから移住してきました祖父はスーツケース1つと6年の学校教育のみを携えて たたたっった人でアメリカにやってきました英語を全く話せなかった祖父はオレゴン州でキコリとして働き私の祖母と母と一緒に教会に改修しましたワードを管理することは一度もなかったものの祖父は忠実なホームティーチャーとして50家族以上を教会に連れ戻しましたどうやってそれができたのでしょうか 祖父の死後祖父の書類が入った箱を整理していた時に祖父の愛のおかげで教会に戻った兄弟が書いた手紙を見つけました手紙にはこうありましたフリッツ兄弟の秘訣それはいつも天皇の恩赦の仰向きを行っていることにあると思いますその手紙はウェイン・シモニス兄弟からでした祖父はシモニス兄弟を訪問し家族と知り合いになりやがて家族が必要とされていることを伝え教会に招きました ところがその日曜日、シモニス兄弟はジレンマを抱えながら目を覚ましました。屋根の吹き替えがまだ終わっておらず、その週に雨の予報があったのです。そこで教会に行き、祖父と握手だけしてから、帰って屋根を仕上げることにし、家族には自分抜きで生産会に出席してもらおうと思っていました。誰かがはしごを登ってくる音が耳に入るまで全ては計画通りに進んでいました。シモニス兄弟の言葉です 顔を上げるとはしごの上に立っていたのはフリッツ兄弟でした兄弟は大きく微笑みました最初学校をずる休みしたのを見つかった子どものような恥ずかしい気持ちを感じそれから怒りを感じましたしかしフリッツ兄弟は上着を脱ぎはしにかけるとワイシャツの袖をまくり私の方を向いてこう言うのですシモニス兄弟別のハンマーがありますか家族を残してまでするほど重要な仕事なんでしょうからそれほど重要なら ぜひ手伝いたいいたと思いますフレッツ兄弟の目にはキリストのような愛と優しさしか見えませんでした私の怒りは消え去りましたその日曜日私は工具を置くと良き友人に続いてはしごを降りて礼拝堂に戻りました祖父は主から夜向けを受けており迷い出た羊を探し出す必要があることを知っていました中部の友人を屋根の上まで運び イエス・キリストに癒していただくために床を吊り下ろした4人の男性のように祖父の用向きが祖父を屋根まで連れて行ったのです主は他の人を助けようとしている人に啓示を送られます4信じ信頼する最近聖文にある主から用向きを受けた別の偉大な宣教師について読みましたアロンはレーマン寺の王を教えていましたが王はアロンの兄弟アモンが共に教えに来なかった理由を知りたいと思いました そこでアロンは王に「誠に主の御霊が彼を他の場所へ呼ばれたのです」と言ったすると御霊が私の心にこう語りかけたのです人はそれぞれ果たすべき異なった使命があり時には御霊が私たちを他の場所へ呼ぶこともある制約を交わし制約を守るイエス・キリストの弟子として神の王国を築く方法は数多くあります 皆さんは神の忠実な弟子として、主の戒めに沿った自分に合った個人的な霊感と啓示を受けることができます。皆さんにはこの世で果たすべき独自の使命と役割があり、それを成し遂げるために独自の導きが与えられます。ニーファイ、ヤレドの兄弟、モーセはそれぞれ海を渡る必要がありましたが、それぞれ違う方法で渡りました。 ニーファイは材木を入念な造りにこしらえヤレドの兄弟は皿のように隙間がない船を作りモーセは海の中を乾いたちを行きましたそれぞれが自分に合った個人的な指示を受けそれを信頼して行動に移しました主は従う人のことを心に留めておられニーファイの言葉で言うなら 主が命じられることにはそれを成し遂げられるように主によって道が備えられているのです。ニーファイは英語で複数の可能性を示唆する「away」と言っています。主が備えられた道が自分が思っていた道と違うからといって主からの個人的な要向きを逃したり拒んだりしてはいないでしょうか。祖父は日曜日にスーツで屋根の上に登るという一風変わった場所へと導かれました。たとえその道が思っていた道と違っていても、 あるいは他の人の道とは違っていても神が皆さんを導いてくださると信頼しましょう。マチズ・セイトにはさまざまな人がいますが黒人も白人も束縛された者も自由な者も男も女も独身者も既婚者も富んでいる者も貧しい者も若い者も老いた者も古くからの買いも回収したばかりの者も全ての人が神にとって等しい存在です。 どのような人物であろうとどんなことに直面してようと皆さんは主の食卓に招かれているのです御父子の御心を求め行うことが日々の生活のリズムになるなら皆さんは自然と変わるように悔い改めるように導かれていくことでしょう教会の子どもと青少年のための新しいプログラムは啓示を求めることを学び主が求めておられることを見出し受けた導きに従って行動するという土台の上に築かれています 年齢や状況にかかわらず誰もが求め受け行動するよう努力することができますこの時代のために定められた永遠の規範に従うならイエス・キリストにすなわち「主の愛」「主の光」「主の導き」「主の平安」「癒し」と「能力」を授ける「主の力に」にさらに近づくことができるでしょうそして霊的な能力が増し「主の偉大な技」を成し遂げるため日々「主の御手」に使われるものとなることができるでしょうイエス・キリストの皆により「アーメン」